皆さん、こんばんは、マーティン、ダーム役は金ア、池田です。群馬県富岡市、日帰りでも行きたいおすすめの場所は、やっぱり、富岡製糸場、登録は今年で10周年の世界、文化遺産、歴史ある場所ですね。そして、古民家カフェのドローム、やっぱりカフェ一番いいですね。はい。群馬サファリパーク、マイカーやバスで動物たちを間近で見れるんです。いやー、鹿せんべい、鹿もいいですね。どんな動物もいいですね。そして、チャフェ、茶吉、富岡店、抹茶が大好き。抹茶。 ちゃちゃちゃ、まっちゃ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 。ただ、あんこは苦手なので、私、勘弁してほしいです。あとは、おかって市場。これ、富岡市にありますよね。おかって市場。これ、もいいわしでリノベーションしてて、本当に眉の方、乾燥場、改装した場所です。医療品販売、その他も,も。あとは、情報パスタがおすすめでございますね。あとは、神田パーキングエリアもおすすめです。というわけでいかがでしょうか。群馬県富岡市、私も行ってみようかなと、計画しております。 以上でございます。バイバイ。